帰りなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、ソン君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えばいつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。なったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてえだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。忘れてたって、ソン君らしいわね。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だとあんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。Thank you.
すんげえな。もうコツつかんだんか。次行ってみっか。あいつクローンか？やべ、クリリンを狙ってる。早く助けて。こいつはやっぱりの。やっ